ンブとミトスやっけ、ミュトス、そんな名前やったなんか楽しそうに会話しよりやん。いいね、ここでのさ、みんなの様子見るのもいいよね。さあ出発しよう。流石はどこだろう、探しに行く。どこっつった。あ、砂漠か、クフィ砂漠島って言ったんやっけ。えい、到着。んで風の近いかな、どうかな。244。待って、どこですか。どこですか、これか。あー、まあ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 、一番近いところやね。オッケー、じゃあ野営地に向かいましょう。空から飛んでった方が近づけるかな。あぶね。はっ、どうやって飛ぶ。よいしょ、そういう飛び方なんや。なるほど、風乗れるんやない。めっちゃ吹っ飛ばされるかな。お、お宝発見。全然気流に乗れんねんけど、あ、ちょっと流された。お、ズン。間違えた間違えた。どこすか。とりあえずお宝を。どこ？ここ？わかりづれえな。で、さっきのがこの景色ってこと。あったー、やっとだー。指輪。おお、レベル上がったやん、やったね。ふう。めちゃくちゃ時間がかかってしまった。お宝探しにめちゃくちゃかかってしまった。これは？ここ？野営地。違うな。もっとはるかに先やね。まあ上の方から飛んでいきゃ、なんか。何？またお宝ある？近い近い。なんかこっちの方にあるっぽい。来い。次はちゃんと一発で。なんかすべてにちょっと明るめの色の石が。あれや。よっしゃった、一発。そうそう、そういうの、そういうの。そういうの、そういうの。うわ、すげえ。鎧？さあ上上がってこう。お、ジャンプ。あっちの方か。飛行モードに行こう。あ、あれや、シルフの野営地あったあった。ジューン。何、なんか岩場にぶつかったかな。あ、怖い怖い。怖い怖い。ほら、足の裏からなんか出して飛び降る。砂漠のシルフヤエチ来たぜ。はっ、到着。ブルルル、なんだおめえか。また何か俺たちに用があるのか。あるぜ。古代州の住処の地図を持ってないかって。なんでおめえらがそいつを知ってやがるんだ。まあいい、古代獣はこの大地の宝を守る守護者だと伝えられているが、古代獣が守る宝は俺の獲物だ。他のお宝ハンターには譲れねえな。てかさ、あれよね、あの流玉の迷宮掘って出てきよるわけやん、あのルーム。いつからあの宝箱の中に入ってたの、この情報。謎なんやけど。そういうことだから諦めろ。そんな簡単には引き下がれないよ。あれ、ブリサ。やっほー。
どうしたどうした、ねえマヤちゃん、レオバン隊長との話、私にも聞こえちゃったよ。理由はわからないけど、古代獣の住処の地図が欲しいのね。うん、欲しい。やっぱりそうなのね。マヤちゃんはライバルだけど、困ってるのなら放っておきないわ。大丈夫？君大丈夫？レオバン隊長を説得するのは諦めて。本当に頑固なんだから。でもね、さすがの隊長も、もっと偉い人の命令なら聞かざるを得ないと思うの。つまり先にアネモア王子様を説得してみて、というのが私からのアドバイス。アネモア王子様は今、ファスカル島にあるベルロ遺跡を調査しているはずよ。おう、久々やね、王子様。ベルロ遺跡があるのは、ファスカル島下層のリフト乗り場から、左手に見える扉の先ね。ほう。ファスカル島下層のリフト乗り場。きっと力を貸してくれるわ。会いに行ってみて。あざす。そんな情報をくれるなんて。ファスカル島か。とりあえず、一旦帰って、お宝を。お宝をしまっておこう。ワクワク。よし、ワクワク。やったぜ。祈りの指輪。781,000。祈りを捧げることで加護が得られるという魔力を帯びた指輪。あれをね、戦闘中に使ったら回復できるやつよね。初めてのお宝だぜ。ゾンビメイル。737,000。見るからにおぞましい見た目をした鎧。ゾンビメイルって呪われとるやつやっけ？それは違う？お、団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いていてくれたようだ。イエーイ、ビアンカの像が価値アップ。さあ、それじゃあファスカル島に行きますか。これ？これってことかな。古びた装置がある、動かしますか。はい。あ、すごい動く。前までこれなんかマヤが乗っとったよね。よし、初めて乗った。で、どこですか。ねえ、アネモア王女はどこ？誰もいん、あ、あっちか。あっちだ、あっちだ。なんか落ちてない？ないな。これ何？扉？おー。あ、お供がおったよ、お供が。あ、なんか銀色の宝箱が。どこだい？え、どこに現れたの？ひたすら輝く音だけが聞こえてくるけど。え？ないよ。わからん。進むね。ふっ。かあかあ食え。あれ？王女は？あ、おった。むむ、お前とは前に会ったか？我が主の調査の邪魔はするなよ。これちゃんとマヤにも通じとんかな。さて、どうしましょうか。あなたはマヤさん。お宝探し、頑張っているようですね。ジョランド邪魔。私は今この遺跡の調査を進めています。ちょっと手詰まり気味なんですけどね。私に何かご用が終わりですか？終わりです。なるほど。私たちが手に入れた古代獣の住処の地図がご入り用なのですね。私から頼めばレオバンもあなたに地図を譲ることでしょう。私も探検隊を率いる身、無償でというわけには参りません。実は私は今、究極の秘宝というものが一体何なのかを調査しています。究極の秘宝？そんなの初めて聞いたブー。トンブーどこにいるの？別に現れてはないんか。あら、そうでしたか。あなたたちは知らなかったのですね。究極の秘宝とは、7つの流石を全て集めた時現れるという未知の宝物です。なんか違う気がする。え、ミトスってあれやな、私がしおるアプリのゲームに出てくるキャラの名前やな。違う気がしてきた。この調査があまり進んでおりません。そこであなたにお手伝いをお願いします。究極の秘宝の正体に近づけたならば、地図の件は私からレオワンに頼みます。いかがですか。あなたも究極の秘宝のことは知りたいはずです。めんどくさいけど手伝います。本音がちょっと。
あなたならそう言ってくださると思っていました。さて、それでは最初のお願いです。私の後ろにある石碑のことなんですけど、大事なところが欠けていて、書かれている文章が解読できないのです。欠けた場所を調べてみたところ、かなりの力で剣で切りつけられた様子。お、それは意図的に読めないようにされたってことか。この辺りでそれが可能なのはモンスターのタンザーナイトくらいかと。おそらくそのモンスター、タンザーナイトが石碑を壊し欠片を持ち去ったのでしょう。あ、切り傷がついてるとかいうだけじゃなくて、なんかそんな一部ごそっと取っていった感じな。すみませんが、近くにいるタンザーナイトを倒し石碑の欠片を取り戻してきてください。タンザーナイトは宝石の名を持つ希少な存在で、紫色の鎧を着た姿をしているはずです。おお、宝石系モンスター。この石碑の向かいにある階段を降りた先の近くの洞窟の中にいると思います。よろしくお願いしますね。私は石碑の解読を続けますので、どうかよろしくお願いしますね。え、読めないのに何その時間稼ぎ的なそれともなんか前後から内容が推測できたりとかするような感じなんかな。ちょ、通り過ぎまーす。やだ、来ないで。え、どのあたりですかね。あ、待って、バルーン。え、もう弾1個しかないやん。マジでそんなに使ったっけ。まあなんか無駄打ちいっぱいしてしまったような気はするけどあー、そこにもバルーンある。ほら、あれ届くかな。さすがにあれは届かんか。届かなそうだな。なんか今ご飯食べよらんかった、気のせいかな。あれどこだ。お、方向がわからなくなった。この上か。マンゲージが溜まった分。え、この上っていうか下だな。まあ、ここくぐっていけばいいんか。え、なんて、ロマンゲージが溜まった。なるほど。ああ。この辺が目的地。あいつや、タンザーナイト。え、あいつ多分あれやな。私なんかスカウトしてるよね。スカウトしてなんか。おる気がする。うわー、一瞬でやっつけたスカウトしてなんかあの溜まっとるところに おったはず。石碑のかけら、ベルロの森の遺跡にある石碑からモンスターが削り取っていったかけら。読めないが何かの文章が書かれている。よし、ゲットしたよ。はい、あったよ。石碑のかけらを取り戻してきてくれたのですね。石碑のかけらを姉マ王女に渡しましょう。渡さんと進まんねやろ。マヤは石碑のかけらを姉マ王女に渡した。ありがとうございます。これで石碑の文章が解読できます。早速読み上げてみますね。古本。読みますね。大空の羅針盤。竜の魂合わせしとき、現れる。そして空をかける者の目に宝島への道しるべを映し出すだろう。ほう、わからん。大空の羅針盤という言葉は初めて聞きました。知っているという顔ですね。さすがマヤさん。え、知っとったっけ私の記憶にはないんやけど、知っとったっけ。詳しく聞きたいところですが、まだ文章に続きがあるようです。私としたことが、私の親衛隊の者に古代文字の辞書を預けたままにしていました。あれがないとこの先を解読できません。すみませんが、またお願いできますか。親衛隊の者のところへ行って辞書を返してもらってきてください。一人一冊ぐらい持っとけよ。デイリア氷雪島の駅を回って情報を集めるよう頼んだので、どこかの駅にいるはずです。名前はビスカスとルピナ、男女の二人組ですので。会ったことあったっけ会ったことあったかな、そんなやつ。全然覚えないな。一旦あのマーク気になるんやけど、なんか近いしさ。あ、やっぱダンジョン系か。とりあえず戻りますか。今までに会ったことあるんかな、ルピナとビスカス。名前合っとるかどうか知らんけど。じゃあ直接テリア氷雪島行こう。あ、あれや、今思い出した。ミュトスじゃなくてミューシャよね、確か。いやー、ミュが一緒やけんさ
普通に降りた方が早いか。いや、毎日シュールアプリに出てくる猫の名前なんよね。猫って言ったらあれやけど、何やっけ、精霊やっけ。わかる人にはわかると思う。君たちだね。はい。姉も様からお使い頼まれちゃってね。それも親衛隊の仕事のうちなんだけど。あら君、私はルピナって言うんだけど、何かご用みたいね。え、古代文字の辞書？ああ、それなら私が持ってるわよ。姉も様に借りたままになっていたわ。あなたに返せばいいのね。返して。よろしくね。わかったわ。それじゃあちゃんと姉も様に返してちょうだいね。前はルピナから古代文字の辞書を返してもらった。古代文字の辞書。古代文字を調べることができる辞書。アネモア王女の持ち物でよく使い込まれている。ほうほう。なんか近くに宝箱があるっぽいよね。こっち方面。どこやどこや。お、この辺りやな。何もない。とりあえずなんかメルダのビジョンが遠くに何かが見えるけど、あれは一体どこが見えてんだ。なんか近い この辺あった。なるほどなるほど、穴が開いてると思っとったけど穴じゃなくってこのなんか氷と氷の間なんよね。何これ、あんなキャラクターおったっけ、わからん。なんか双子っぽい感じじゃなかった？絶対可愛い。一旦持ち帰ろ。どんなお宝かな。これこれ、可愛い。リゼロッタ&ルコリアの像。何のやつ。離れていても思い合う双子の姉妹の像。え、わからないキャラクター。ドラクエ10とか違うかな。984,000。結構やね。しかも普通やのに品質。さっきの。頑張りましょう。総額アップです。お宝リスト、トレジャー。これこれ、リゼロッタ&ルコリアの像。名前聞いたことあるような気がするな。あーほら、やっぱり10や。ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンライン。この話のやつやったんかな。もうなんとなく10っぽい雰囲気あるよね。ファスカル島へ。オッケー。お帰りなさい。マヤさん、古代文字の辞書を返してもらえましたか？うんうん。古代文字の辞書をアネマン王女に渡しましょう。前は古代文字の辞書をアネマン王女に渡した。ありがとうございます。早速石碑の文章の続きを解読してみましょう。ここそれではまた読み上げますね。ほほん。読みますね。育仙の流玉。ん？流玉じゃないね。流宝。竜の大地に生まれたそれは、宝であって宝ではない。現れしは竜の叶えた願い。幾多の者が望んだ願いの形なり。七つの流石。それは切なる竜の願い。七つの色と座へ分かたれた願い。すなわち、青の瞳。大々の角。紫の牙。紅の心。翡翠の翼。愛の尾。木の爪なり。七つの流石は他の宝とは違う。竜自身が望んだ願いが形になったもの。この石碑にはこれ以上のことは書かれていないようです。ところで、マヤさん、先ほどの大空の羅針盤の件ですが、あなたたちはとても興味深い場所に拠点を構えておられますよね。その言葉はもしや、あの地で知ったのではありませんか？興味深い場所？また、確かになんか、卵の中に拠点構えてるけど。さすが王子様、ご明察なんだブ。僕らの本部の地下にある流玉の迷宮で知ったんだブ。確か地下1階にあった絵に大空の羅針盤のことが書かれていたブ。流玉の迷宮。あの場所はそのように呼ばれているのですね。そこを私に調べさせてくださいませんか。
確かめたいことがあるのです。よろしくお願いしますね。マヤさんは流玉の迷宮へ向かってください。私もそちらに向かいますので。お、なるほど。まあね、こっちもシェルフの野営地とかね、ガンガン入っていきよるけん、確かにちょっとフェアじゃないかもね。そこはまあ別に来ていただいてもよろしいけれど。これは？なになになに？メガルーラストーン。メガルーラストーンやって。なにそれ？ただのルーラストーンじゃなくて？296万8000。多くの行き先を記憶している特殊なルーラストーン。そんなのあったんやっけ？え、普通のルーラストーンでも多くの場所記憶できん？なんか限界があったっけ？まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。何があった？ああ、なるほどなるほど。なんか特別な宝箱からゲットしたもんね。これも含まれるんか。おお、437万5000。シャドウの仲間たちに好まれるというモンスターの名前を冠した宝石。これはあれなんかな、関係ないんかな。お宝占いに変化があるぞ。誰やった、このニャゴスのやつ。宝石オブジェシリーズ、これは含まれないか。含まれるのか、わからん。含まれたんかな。どれが当てはまっとんかわからん。でも入るかなと思ってないけど、ムッヒャーが被ってる。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やっぱ夜の景色いいな。めちゃくちゃテーマパーク感が強い。